しょっちゃったらもう完全装備な感じ。こんにちは。今日はね、これですよ。カバンの話。編集部がですね、新宿区の屋来町というところに移ったんですね。そしたらね、今までは僕も車で出勤することが多かったんですけど、完全に電車でですね、通勤するようになりました。電車で通勤するってことになって一番の問題は、通勤バッグ。今まで結構車の中にバンバンバンって突っ込んでね、お話ししてたんだけど、いざ結構混んでる電車に乗るとかってなるとですね、さあどれで今日は行こうかっていうのを悩んでます。で、バーンと最近使ってるですね、バッグ、ちょっと持ってきました。最近、電車通勤に買ったやつ、ちょっとストリートっぽいね、横乗りっぽいブランドなんだけど、カリフォルニアのオフィシャル、ちょっとギャルっぽいでしょ、この透明なんだけど、この形最高。見て、両手開くの。だこれでもうリュックとかしょっちゃったらもう完全装備な感じで、ここに財布とか携帯とか、あと電車の中で欠かせないもの、文庫本、まあ名刺入れ、タバコ、あと今の時代だからマスクの替えとかね、こうやってバンダナを入れて何気にちょっとこう中身を目隠しみたいな感じで、めちゃくちゃ楽なんだよね。チェストバッグって言ってんだけど、胸で保持する。これすげえいいんだ。の中に小袋がついてね、鍵が入ってます、僕は。外からこう鍵が見えないように、この中に鍵入れて、キーホルダーがガチャガチャガチャって入ってるんだけど。で、あとは、電車通い、荷物が多い時、そうなるとどうしてもやっぱりリュックなんだよ。リュック。リュックは楽ちん。スリーウェイで、むちゃくちゃ機能的。ここに開けると、いっぱい入ってる。スウェット入れてたりとか、かさばるヘッドホン、こういうの入れたりとか、あとはね、筆記用具、こんなのも入れてます。このバッグの優れてるところは、手でも持てる。これがすげえ重要。あと、ショルダーストラップもついてる。むちゃくちゃ機能的。で、サイドのポケット、コード類なんか俺入れてんだけど、ね、こっち側には、いざという時のための、ライトニングのトート。フリマトートだね。こんなのはね、こっち側に入れてます。これ多分中が防水になってるみたいな感じで、傘とか入れるんじゃないかな。で、一番いいのは、この薄いところ。ここに、パソコン入るのさ。で、クッションついてるしね、ここにね。これむちゃくちゃいい。で、あとは、こういうね、紙に入れて、メモ取ったり、絵描いたりするのを使ってます。フィルソンです。一目惚れして、今電車乗るようになってからやっぱり多いですね、これ使うことが。一番使用頻度が高いもの、トート。これ、ね、これバスコで出してるやつなんですけど、こんな街があるので、ちょっと革のポケットなんかついてて、キャンバスです。キャンバス、こんな感じで。で、書類なんか多いときはこれにね入れて、スーツの時なんかでも結構これ使うかな。ちょっとちゃんとしたとこ行かなきゃいけない時とかこれを使ってます。バスコのトート、マチ付き、四角型、とってもいい。シンプルで革でっていうものでは、インセプションのボディバッグ、これキャンバスのやつはね、うちのロンドンのクラッチカフェでバカ売れしてんだけど、俺ホースハイドのやつ去年ゲットしてるんだよね。これもうね、お昼食べに行く時とかね、結構楽です。携帯とタバコと手帳ぐらいを入れて、めちゃくちゃこれもよく使ってます。休みの日なんかこれ多いかな。あとはね、手軽なやつ、コックスコム。本当のリアルな切手。これね、僕のね、切手コレクション渡したら、それで作ってくれたんだよね。これトニーさんっていう人がね、作ってるんですけど、イギリス人の。日本でやってますよ。ハンドメイド。すげえいいのは、ぴったり雑誌が収まるサイズ。雑誌2冊とかね、こうやって、うちのライトニングとかクラッチとかセカンドとか、この辺の雑誌は、ぴったり収まるんだな。超シンプルでしょ。それこんな感じで、こんな感じで使ってます。みたいな感じで、この辺のバッグを最近は使い分けてます。
中でもこの電車通勤のために購入したのチェストバッグ、これがね最初ちょっと恥ずかしいからこんなの俺透明なの持つのなんて思ったんだけど、まあ、便利なんでねいいです。雨降ってもなんかビニールみたいな素材なんでいい、むちゃくちゃ楽なんで、今度ちょっとねもうちょっとこれ大人のデザインのやつコラボして作れないかななんて、革とかねキャンバスとかで、いやいや。というわけで今日はちょっと僕の生活様式が変わったんでカバンも考えちゃってます。そういう回でした。はい、また見てください。